はい、どうもこんにちは。今日は、福井の有名なお菓子を、紹介したいというふうに思います。ネットの方でまず検索の方をして、どういうものか見てから購入の方を、してきています。商品名はメガネ肩パンですね。こちらの方を、購入してきました。で、この商品何なのかというと、一番、興味を持って購入したいなというふうに思ったのが、このメガネの形、福井の、有名なメガネの形をしているというのがまず一つ。あとはこのものすごく硬い、パンということで、日本で最上級に硬いパンの一つとして知られる福井県の軍隊肩パンというもので、作られているそうです。で、有名なパン屋さんと、コラボレートした、お菓子になるみたいですね。私が食べた感じはクッキーでしたね。あと正しい食べ方ということが、書かれてました。非常に硬くなっていて、金槌で割って噛まずに、食べると。あと細かく砕いてコーヒーや紅茶に浮かべても、食べれると。あとお味噌汁、スープのクルトン代わりにして食べれますということも書かれてました。あとこのような方におすすめっていうのが面白いですね。最近顎の弱体化が気になっている方、顎を鍛えたいお子様へ、最近食いしばる思いが足りてない方へ、ひたすらに硬いものが好きな方へ、もう通常のお土産では職場を沸かせられないと お悩みの方へと、あとメガネ聖地サバへということが書いてあるんです。ですけど、ものすごい面白い、ホームページになってるんで、ぜひ見てみてください。で、今回、購入してきたのがこちらですね。こちらが、商品になってます。こちらの方、購入してきました。ネットの方では完売になってたんですけど、近くのこちらはスーパーに、置いてあったんで購入の方をしています。パッケージはこんな感じですね。裏面も、こんな感じになっています。こちら以前紹介した、会社さんが作られてるみたいで、こういう面白いお菓子が結構福井さんとしてあります。では早速、パッケージの方を、開けたいなというふうに思います。パッケージを開けると、こんな感じですね。メガネの形をしたクッキーがきちんと並んで入っていました。あと商品の説明欄が書いてありますね。で、商品自体はこんな感じですね。見た目、黒ごまが入ってるんですかね。クッキーに、黒ごまの方が入っていました。で、こちらを、実際開けていきたいというふうに思います。はい、じゃあまず1個目ですね、開けていきたいというふうに思いますね。ものすごいやっぱ硬いお菓子ということなんで、どれくらい硬いのかなと、初めて今回購入したんで、気にはなってるんで、こんな感じですね。見た目はこんな感じ。そんな硬そうにはちょっと見えないんですけど、実際めちゃくちゃ硬かったです。で、こう叩いてみると、すいません、割れちゃいました。ちょっともう一度、取り直しですね。割れてしまいました。で、実際、こういう感じで、こういう感じですね。硬いですね、非常に硬い、お菓子になっています。今回いつものやつ、これも準備しました。スーパーカップということで、一緒に食べてみたいなというふうに思います。まずはそのまま食べてみます。金槌で、叩いてから砕いてから食べるということを、そのまま、
かじって食べてしまったんですけど、自分はなんとか食べれました。こんな感じで割れちゃいましたけど、割った感じで、食べれてます。で今度はこれを、いつものスーパーカップに添えてちょっとつける感じで、食べてみたいかなというふうに思いますね。結構クッキー、濃い味のクッキーなんで、まあ、アイスクリームにも、合うかなというふうに思います。こんな感じですね。そのまま食べるよりすごいコクがあって、やっぱこれはこれで美味しいなというふうに思いました。まあ、結構いろんな食べ方があるみたいなんで、ホームページなんかでも、紹介されてる部分もありましたし、メガネということで、こんな感じですね。こんな感じでお子さんなんか喜ばれるかなというふうな、お菓子になってます。面白いですね。で、今回ちょっと福井弁の講座の方、最初にやってないんで、今回は、第3弾ですね。福井弁で言うと、何々なんやざ、最後の語尾の方になんとかなんやざっていう言葉を、福井の人は使います。何々だよっていう、何々なんやざというふうに使うんで、これももし福井に来られる方があったら、話してる方いると思うんで聞いてみてください。今回は、メガネの形をした、お菓子の、紹介でした。ご視聴の方ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。